じゃあ、こんにちは。これいつだっけ撮ったの？撮ったの？これは、うん、そう、T シャツ作りだったの。全然思い出せないけど、そういうのは。4月頭ぐらい？昔？だってこの時も YouTube やるっていう話出てて、っていうかあれだ、桜が散り出してたから。散り出してた。多分で、なかなか今年は散らないねって言ってたもん。ってことは4月の半ばには行ってるよ。行ってるかも。なんかとにかく今 YouTube 行けなくなった。今とにかく YouTube 始めてちょうど1ヶ月とちょっとぐらいなの。おー、だから今が5月の初中旬ぐらいだから4月の初中旬ぐらいだ。あ、だからそういうことっすよ。皆無ほぼ9万ちゃう。悲しい。で、そうで、仲間ん家に行って仲間ん家でファレルの T シャツ作ってるの。俺がファレルで伝授したことがあって、でそれの第2弾みたいなのをなんかやらないかっていう話になんか自然となって、でハレルの古着に絵を描こうみたいなのをっていう流れになって、そのハレルの店長の人と喋っててね。で今回は、まあ、ヒューマンと今いろいろやってるから、じゃあヒューマンも一緒にやるかみたいな感じでヒューマンに誘って、で描いてる。結構本当に話すことないんだね、これ。確かにね、思ったよりなんかびっくりだね、うん、もうちょっとなんか面白いシーンあるかなと思ったけど、まあ、俺ないと思ってたけど。マジでだって書いてるだけなんだもん。あ、で、あれか、こうヒューマが書いた、うん、あ、俺が書いた絵にヒューマが書いたり、ヒューマが書いたやつに俺が書いたり、そうなんかそういう混ぜ方とかも、まあ、ピンで描くやつもあってもいいかなとか、なんかそういうバランスは、バランスじゃない、この混ぜ方っていうのは、うん、2人の混ぜ方をちょっと考えながらやってるようにしてるね。そうだね。で、なんかそれってさ、うちらのさ、その仕事のあれ方針とも重なるじゃん。そう今ちょうどさ、あれうちで仕事のなんか歴史を歴史があるから、歴史をこうウィキペディアばりにまとめてたんだけど、なんか最初はね、仲間のグッズを俺が作ることがどうみたいな感じで仲間が誘ってくれて、まあ、最初はグッズ始まりなんだけど、まあ、それを出発点にしながらも、なんかもうちょっとこう、それこそこの T シャツ描いてる時みたいに、なんかそのどっちが考えてどっちが動くとか、なんかどっちの要素をどっちがどうするみたいな、なんて言ったらいいのかな、プロデュースし合うみたいな。俺がグッズをそもそも作って、うん、まあ売りたいって思った、まあ、そもそも俺が思ったきっかけが、もうバイトを辞めて、まあ自分の作ったものだけで、まあ、行きたいっていうのが、そもそもあって。それが熱いんだよね。そう。なんか結構それがまずでかくて。そう。でもまあ、なんか自分で作るものは、俺はグッズ化、自分で自分のものをグッズ化したいっていう気持ちがなかったんだけど、まあグッズ化にそもそも興味自体はあって、でどうしようかな、みたいな感じで思った時に、ヒューマンの展示行って、まあヒューマンもな、まあ、バイト辞めてみたいな、まあ、同じような状況で、じゃあ2人で何かやるべみたいな話をなんとなくしてた、ね、でそれで普通に盛り上がって、で俺がじゃあとりあえず何か考えてみるかって、その場でパッと思いついたのが、まあ、ヒューマが俺の作品をグッズ化するみたいなアイデアがポッと出た、それが始まり、それでなんかしかも何回か言ってるかもしれないけど、俺と仲間はその中高も一緒だし、あと予備校も一緒だったから、それでこう両方とも美術系の進路だったから、
なんかこう何回かね一緒にこうやったりしてたんだよね、文化祭とかで。そうそう。